は天蘭の都に戻るのだぞ。アムリタ目当てだったが、それは朗報だな。京を潰し、家康とやらも潰せば、この国は戦乱に満ちた黄金の国になる。何？家康様じゃと？Thank you.
悲しみでない。魂は巡り巡る人の世の戦乱と太平のようにの。これで今日の都はひとまず安泰でしょう。しかしケリーとやらが家康様を狙うと申していたのが気がかりです。これで今日の都はひとまず安泰でしょう。しかしケリーとやらが家康様を狙うと申していたのが気がかりです。猫又殿は太平の世のためにその身を挺し申した。拙僧も微力ながら力添えいたしましょう。猫又殿は太平の世のためにその身を挺し申した。拙僧も微力ながら力添えいたしましょう。